こんばんは、山かんチャンネルのかんちゃんです。明日はかんちゃんの奥さんの誕生日、こんなものを用意しました。挑戦したいと思います。ここの、洗濯機回して朝ごはん作って、洗濯物干して取り込んで、アイロンかけてトイレ掃除やって、はい、っていうところでやってきました。はい、今お米洗ってます。お昼ご飯用のお米です。はい、かんちゃんはお米洗うの初めてです。初めて違います。初めてお米を洗ってどうですか？手が冷たいです。でも初めてじゃありません。こんな顔で洗っています。かんちゃんはラーメンがいいでしょ。はい、ごめん、洗い終わりました。イエーイ。イエーイ。はい、今買い物。で出てきてます。イエーイ。お姉ちゃんと一緒です。お姉ちゃんのゆうちゃんと一緒です。イエーイ。お母さんとワンちゃんはお留守番です。はい、そうです。さて、この買い物の時にね、かんちゃんはサプライズを考えてるんですけど、ゆうちゃんには言うたもんね。ワンちゃんは知ってる。はい、今年いつも母ちゃんの誕生日ケーキいらないって言うんですけど、ちょっと内緒でケーキも買いに行こうかなと思ってます。イエーイ。はい、多分びっくりすると思います。かんちゃんはお金持ってないって思ってるから。持ってる。はい、はい、コツコツとへそくり貯めたんで。かんちゃんはお小遣い制じゃないんで、財布の中になくなったらお金を入れてくってパターンなんで、お金が丸分かりなんですよね、基本奥さんに。だから難しいんで、そんなに大した額ではないんですけど、ケーキなら今年は買えそうだなと思ったんで、というとこで行ってきたいと思います。バイバイ。今買い物が終わって今ケーキ屋さんに向かってる最中です。ケーキ楽しみ？はい、かんちゃんの地元の美味しいケーキ屋さんがあるんで、そこで予約してまいりましたというところで向かいたいと思います。はい、ということで買ってきました。はい、これ驚くと思うんで、サプライズを渡していきたいと思います。なら今から帰ります。はい、かんちゃんは寝ています。イエイ。はい、今かんちゃんはお風呂の準備をしています。はい、ここにサービス軽く掃除をしています。できましたか？はい、お風呂溜めます。はい、はい、というところで今日の一日お母さん体験、はい、最後となりました。いや、いろいろ嫁さん手伝ってくれて、結局かんちゃん一人で全部できてないんですけど、最後はごちそうを振る舞いたいと思います。まずね、突き出しと飲み物を最初に持ってったんで、次はメインを作りながら徐々に出していきたいと思います。ではお味はどうですか？お母さんどうですか？無視をしないでください。どうですか？美味しいよ。美味しいって。あんちゃんがサラダをいっぱいあるので持ってきます。これ何？コケ？コケってね。はい、できました。サラダのかけられかけられサラダのかけららしいです。たまにあんちゃんは今何をしているんですか？あんちゃんつまみ食いしてます、後ろで。あー、ずるいです。お母さんが好きなお豆腐。お母さんお豆腐好きな。冷ややっこをしているそうです。冷ややっこしているだそうです。はい。前菜2品目。今かまぼこを切っています。私が食べたいと言ったので買ってくれました。はい、どうぞ。これでポテトフライ出来上がりました。はい。でね、メインディッシュなんですけど、はい、じゃじゃーん。光考案冗談抜きでうまいハンバーグ、前に食べに行ったやつですね。これがね、普通に冷凍食品で売られてるんで、これ大好きなんでね、はい、これを焼いていってます。ウェイトレスさん、これも運んでください。はーい。で、厨房の人は、はい、飲んでます。乾杯。乾杯。わかりました。はい、ヒカルのハンバーグ。なんかチーズが垂れて、ソースが多すぎて、なんかえらいことになったけど、これで完成です。めっちゃ匂いする。あの時のソースの匂いや。というところで、ウェイトレスさん、お願いします。はい、これで、あとはカンちゃんもご飯に入りたいと思います。はい、というところで1日お母さん兼&カンちゃんの奥さんのバースデーサプライズ大成功いたしました。はい、めっちゃケーキ喜んでくれて、はい、奥さんはね、動画出せないっていうのも声とかも入るんあかんって言われたんで、ちょっと動画はないんですけど、はい、うまいこと成功しましたっていうとこで。でもほんまに主婦ってこれ大変やね。毎日こんなやっぱね、男は外で仕事してるからっていう人もおるけど、主婦は主婦でめちゃめちゃ仕事量多いし大変思うから、ちょっとこれを経験にもっといたわらんとなって思います。しかも今日1日全部できんかったからね、項目的にこんな感じで、はい、ペース配分も全然わからなかったっていうところで、はい、こんな感じで次もちょっとリベンジ動画やりたいかなとも思うんで、ぜひ楽しみにしててください。では最後まで動画見ていただいてありがとうございます。この動画気に入っていただいた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バーイ。